トヨタイムズをご覧の皆さん、こんばんは。ついに始まりました東京2020オリンピック。そしてこちらも始まります、トヨタイムズ初のオンライン生放送、題してトヨタイムズ放送部。こちら英語名はですね、トヨタタイムズアスリーツナウということで、なんで英語名があるのかと言いますと、この番組世界に向けて放送してまいります。世界中にいるトヨタ所属のアスリート、グローバルチームトヨタアスリート、通称 GTTA の皆さんを全力で応援していこうという番組でございます。申し遅れました、私トヨタイムズ新人記者の森田京之介と申します。メインキャスターとして東京オリンピックパラリンピックに出場するアスリートに、番組をご覧の皆さんと一緒に精一杯応援のメッセージを届けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではですね、最初にこのトヨタイムズ放送部について簡単に紹介しましょう。東京オリンピックパラリンピックの期間中ですね、毎日夜7時から放送します。トヨタアスリートが出場する競技の予定、結果、さらにはですね、トヨタの仲間だからこそ知っているアスリートの素顔や魅力、トヨタアスリートを応援したくなっちゃう情報満載です。さらにゲストも登場します。現役のアスリートはもちろん、トヨタにゆかりのあるかつての日本代表の方々にも登場していただきます。トヨタイムズならではの生放送、ご期待ください。それではトヨタイムズ放送部第1回参りましょう。まずはトヨタ自動車の豊田章男社長から、グローバルチームトヨタアスリートへの激励のメッセージ、ご覧ください。ハローチームトヨタアスリート、 I'd like to welcome all 200 of you to the Tokyo Olympics and Paralympics. Each one of you took a different road to get here, and you represent different countriesBut you are all here at Tokyo 2020 as a Toyota athlete. And I'm very proud of all of you. This is where you fight for your place in history. And your place is at the top of the podium. Tokyo may be very far from your home. And since the people that support you can't come this year,You may be feeling like you're playing for the away team. But if you close your eyes, this place can be your home. These people supporting you in your home country will always have your back. But please know that all the employees of Toyota and all of our friends in the Japanese automobile industry are supporting you too.That's over 5.5 million people. What a whole fan base. Your journey may have begun as start your impossible. But now it's time to achieve your impossible. So, are you ready? Then fight with all your spirit and make your dream come true. I'll be watching.熱いメッセージを投げかけてくださいました豊田章男社長なんですが、なんと早速スタジオに駆けつけてくれました。改めてご紹介します、トヨタ自動車の豊田章男社長です。はい、一番乗りよろしくお願いします。皆さんこんばんは。 I'll be watching。 いやー、もう最初から本当に熱いメッセージで、はい、アスリートの方々も元気、英語じゃないですか、勇気づけられた英語なんですよ、うん、グローバルに発信していきますので、英語でのメッセージでした、うん、ありがとうございます。ここでは日本語でいいんですね。はい、大丈夫でございます、はい、私もあの英語じゃ対応できないのでよろしくお願いします。はい、まずですね、社長にお越しいただきまして、このトヨタイムズ放送部をなぜ立ち上げたのか、うん、この立ち上げにあたっての思いというのを聞かせてください。はい、あのトヨタはね、スポンサーになって2つのレガシーを残したいと思ったんですね。あの一つはですね、あの我々今自動車作ってますけども、自動車会社からモビリティカンパニーになろうということをアナウンスして、はい、あのオリンピックって言ったら納期がしっかりしてくる、2年に1回、はい、あの夏と冬が続きますからね、そんな時に納期を合わせて商品を作るきっかけにしたいというのが一つ、それと私もう一つはね、あの社長就任以来1回とも
一回も平穏無事な年ってなかったんですね。そんな時にトヨタの、ね、運動部のアスリートたちが私に随分元気をくれました。ですからそのアスリートたちにね、またスポーツというものに対して恩返しをしたい、そんなきっかけになればいいなと思ってます。それと同時にモビリティ分野で今回スポンサー入ってますから、そういう意味ではその現場でね、実務をものすごく応援しているサポート部隊もあります。そんな連中も家族なので、この人たちも頑張ってるよということを応援するために、トヨタイムズ放送部、というのを作り、皆さんからも応援、そして私がお父さんが家族を応援するようなね、気持ちで応援するというので放送部作らせてもらいました。お父さんスタジオへようこそということでよろしくお願いします、はい。今社長からも話ありましたけれども、なんといってもですね、この番組はアスリートを応援すると、これに尽きると思うんですけれども、社長自身もアスリートですよね。ちょっとこんな写真がありますのでちょっと紹介させてください。これちょっとご覧になったことはありますか。社長ホッケーの選手でして、これ学生時代の写真なんですが、1978年はタイ・バンコクでのアジア大会にホッケーの日本代表として出場されていると、はい、いうことで本当に世界で活躍していたアスリートということなんですけれども、アスリート豊田章男にとって応援っていうのはどんなものですか。アスリートってね、やっぱりいろんなこと言うじゃないですか。自分のために、元気を与えたいとかね、はい、だけど多分ねやってる本人は不安もありね、ものすごくその心配だと思うんですよ。で自分を奮い立たせるためにね、ああやって誰かのためにとかね、言ってるのが僕アスリートだと思います。そうなんです、ね、それでそんな中でいい時もね悪い時もお父さんってのはね横についてあげてんですよ、結果がどうであれ。だから今回ねこのトヨタグローバルアスリートたちがやっていく中で、私自身は絶対勝ってこいという気持ちはありますよ、ありますけど、どんな結果であれね、僕はそばにいて見てあげたいなと、と思ってます。見てしっかりと我々としても応援してあげたいというところで、うん、応援はやっぱり必ず力になるんだなということで、現地にね今回応援に行けないという事情がありますけれども、うん、今は SNS などを通じて直接アスリートに声を届けることができます、うん、ぜひですね番組をご覧の皆さんですね、こちらハッシュタグ用意しました。日本語と英語両方あります。日本語トヨタイムズライブ、それから英語はトヨタタイムズライブ。応援メッセージぜひ投稿してください。アスリート、トヨタアスリートの皆さんにきっと届くはずです。よろしくお願いします。そしてこの番組、先ほどからお伝えしているように生放送なんですけれども、アーカイブされますので、時間のある時に見逃した方も見ることができます。そしてですね、同時通訳をつけた英語バージョンというのも YouTube にアーカイブしますので、世界のトヨタの仲間たちに東京で戦っているアスリートのことを伝えてまいります。社長、この世界に発信する、ここが一つこの番組のポイントでもあるんですよね。はい、今回ね、コロナ禍ということもあって、海外からなかなかね応援に駆けつける人が少ないと思うんですよね、はい、そんな時に、海外選手たちが変にアウェー感を感じるんじゃなくて、このトヨタイムズ放送部でね、やっぱりトヨタアスリートたちはどこの国出身であれ、みんなホーム感をね持ってほしいなということもあって、ぜひね、いろんな応援期待をしてますので、応援にはそれぞれの形があると思います。ですから、どんな形でもいいので、自分が応援をしたいという方法でね応援いただければいいんじゃないのかなというふうに思ってます。そうですね、トヨタイムズ放送部を海外に発信することによって、海外のトヨタの仲間からも東京で戦っているアスリートに向けてメッセージが届くといいなと思って我々やってまいります、はい、ここでですね、最初から申し上げているグローバルチームトヨタアスリート、通称 GTTA なんですけれども、世界中にどれだけいるのかっていうのをちょっと見るためにですね、こんなポスターを社内で作ってみました。ずらっとたくさんいるんです。でですね、これは今回オリンピックに出場する123名を掲載したものなんですけれども、 GTTA というのはこんな感じ、ちょっといいですか、グローバルチームトヨタアスリート233人、47の国と地域から233人のアスリートが GTTA として登録されていまして、
オリンピックには123名、そしてパラリンピックには62名、今10名が選考中ということで、オリンピックは46競技中40種目に登場するということで、社長、この人数ってのはどうですか？これ大変なことだと思います、これ世界中で、ね、応援する人ということプラス、私特に嬉しいのはこの数もさることながら46種目中40種目に、ね、参加しているということがなんかね、トヨタアスリートらしいなというふうにも思ってますし、それぞれの地域で私がやってたスポーツってマイナースポーツなんですよ、はい、ホッケーっていうのはね、はい、でやっぱりマイナーなスポーツってあんまり応援されないんですよね。そういう中でこの40種目ってことは相当マイナーなスポーツでもね、オリンピックという場を活用してメジャーに、ね、なっていく可能性もあるので、そんな第一歩が踏めたきっかけになればね、この非常にこのトヨタアスリートいい役割を演じてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね、トヨタの仲間が出ているから見る十分な理由になるんですし、うん、そのマイナースポーツにもどんどんこの放送部では光を当てていきたいと思いますので、よろしくお願いします。豊田社長、今日は番組の最後までお付き合いしてくださるということで、はい、よろしくお願いします、はい、では初日からトヨタイムズ放送部トップギアで参ります。まずはこちらからです。さて今日が開会式なんですけれども、すでにいくつかの競技が始まっています。ここまで行われた競技の中からトヨタアスリートの活躍お伝えしていきます。こちらですね、 GTTA と GTTA が所属するチーム赤で表示しています。まずソフトボールですね、 GTTA6 名が所属する日本代表、オーストラリアにコールド勝ち、メキシコにサヨナラ勝ち、2連勝です。そして1人が所属しているアメリカなんですが、イタリア、カナダを連続で完封しています。続いてサッカー参りましょう。日本代表は南アフリカ相手に1対0で勝利を収めています。続いてアーチェリーですね、こちら女子個人のランキングラウンドなんですけれども、トーナメントの組み合わせを決めるものですね。日本代表の早川選手が64人中16位、そしてメキシコ代表のロマン選手は64人中6位という好成績を収めています。続いて男子ですね、こちらも、ランキングラウンドなんですけれども、日本代表の武藤選手64人中5位という成績でした。そしてボート、こちらは女子のシングルスカル、ニュージーランド代表のトゥイック選手は全選手の中のトップタイムで予選を通過しました。いや社長、ここまでのもうすでに始まっている競技もありますけれども、どうご覧になってますか？結構結果出てますよね。そうなんですよね、結果が白星ばっかりでしたし、予選の通過タイムもトップだったりとか、ここまで GT でも嬉しいですよね、ね、参加してくれることだけではダメよって言ってますから、はい、勝ってこいということです。勝ってこいって言ってますから、今のところ勝ってます、はい、だからよかったです。以上、ここまでのトヨタアスリートの活躍をお伝えしました。さてこの番組では放送部の部員としてかつて日本代表として世界で戦ったトヨタアスリートがアスリートキャスターとして登場します。本日のアスリートキャスターは元世界女子ソフトボール選手権日本代表の長崎のぞみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では改めてご紹介しましょう。長崎のぞみさんはですね、元トヨタ自動車ソフトボール部で日本リーグでは新人賞、ホームラン王、打点王など数多くの個人タイトルを獲得、日本代表として世界選手権に3度出場しまして、去年現役を引退しました。長崎さん、アスリートキャスターを務めるにあたっての意気込みをお願いします。はい、まずはソフトボール2連勝ということで、本当に昨日はメキシコ戦トヨタアスリートが大活躍してくださいまして、うん、後藤選手も圧巻のピッチングに、渥美選手もタイブレーカーでしっかりとエンドランも決めてくれて最高な試合になりましたよね。で、私はソフトボールだけじゃなくて他のアスリートの方たちの魅力的なものをたくさん伝えれるように私自身も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。社長は長崎さんの現役時代ですね、何度もこう激励に行かれたと聞いてます、ね、はい、女子ソフトボール部っていうのはね、結構私運動部たくさんあるんですよね。
練習をたびたび行った数少ないチームですね。結構深く入り込んで、深いかどうかしますけど、結構入ってますよね。じゃあたくさん伺える話があるということで、この後の特集コーナーでそのエピソードを聞かせてください、はい、よろしくお願いします、はい。今申し上げたようにですね、トヨタイムズ放送部ではアスリートキャスターとともに毎日さまざまな特集をお送りしていきます。例えばこちらです。世界のトヨタの仲間にフォーカスした世界から東京へようこそ、グローバルトヨタ特集や、バタフライ 100m で熾烈なトヨタダービーとか、男子マラソンは改善魂でゴールを目指せなど、トヨタらしい特集が満載です。これトヨタアスリートを応援するきっかけになるはずですと。これトヨタイムズだからこそ、またトヨタアスリートだからこそこういう見方ができる、そういうことですね、うん、本当に楽しみな特集がたくさんあるんですけれども、早速本日の特集に参りましょう。今日の特集はこちら、決勝は夢のトヨタ対決、日本人選手&モニカ・アボットということで、これはすでに競技がスタートしている、先ほどからも話が上がっているソフトボールなんですけれども、ソフトボールといえば当然長崎さんです。はい、ソフトボールに出場しているアスリートは日本代表とアメリカ代表がいまして、決勝戦は日米によるトヨタアスリート対決になるかもしれません。はい、はい、まずは日本代表には6名ものトヨタアスリートがいます。こちらですね。はい、まずはトヨタ自動車ソフトボール部から内野手の渥美真奈選手、ピッチャーの後藤美優選手、外野手の山崎咲希選手、キャッチャーの峰幸男選手、そしてデンソーのソフトボール部から外野手の山田恵里選手、内野手の川端ひとみ選手がいます。そしてこの日本代表の最大のライバルというのがアメリカなんですよね、はい、ということで、日米対決のソフトボールの歴史というのをちょっとまとめましたので見てみましょうか。こちらですね、はい、96年のアトランタオリンピックからアメリカが3大会連続メダルを取っていまして、2008年の北京は日本が金メダルを取っています、うん、はい、でそして2002年以降、ここの20年間の世界選手権の金メダルはアメリカが5回、日本が2回となっています。これ7回しかないのに5回と2回なんです。ということはこのアメリカと日本だけでそういつも優勝を争っている。決勝戦は全部日米です。へえ、それしかも今回ね、2戦すでに終えて、終えて両方とも白星スタート、2連勝ということですから、うん、ちょっとこのままいくとまたその再現なるかという感じですけれども、うん、アメリカやっぱでもどうですか、ここまでご覧になってて。ていうかね、この 2戦ちょっと 見たんですけどね、強いですねアメリカ。強いですね、今まで以上に、うん、いやそれはあるかもしれません、うん、結構メンバーが変わってないんですよね、ここ5、6年。あ、そうです。なので結束力っていうのは半端ないと思います。チームの完成度が高い。高いと思います。そういうことですか、はい、そのアメリカのエースというのがですね、皆さんご存知、トヨタ自動車ソフトボール部に所属するモニカ・アボット選手ということで、アボット選手について簡単に紹介しましょう。2008年の北京オリンピックに出場していまして、その翌年からトヨタ自動車ソフトボール部に所属しました。当然長崎さんも一緒にチームメイトとしてプレーをしているのでその凄さというのはよくご存知だと思うんですけれども、はい、どこがすごいですか。もうアボット選手はですね、まず手足がすごく長いのと、この写真、ね、はい、見てもらったら分かるんですけど、このピッチャーサークル白い線のところから右踏み出した右足が出ちゃうぐらい足が長くてですね、キャッチャーからピッチャーまで 13.18 メートルの距離があるんですけど、はい、うんうん、踏み込むと基本的に10メートル前後ぐらいになるぐらい近づくので、はい、余計迫力が。あります。私バッターボックス立ったことないから想像できないですけど、ものすごい距離感。いやでも実はですね、はい、社長がアボット選手とバッティング対決を実はしたことあるんですよね。あるんです、はい、バッターボックスに立ったことがあるんですか。立った本当はね、その練習する場所であるでしょ、はい、練習するところでちょっとね、どんなに速いのかを体験してほしいという感覚で行ったのに行ったらね、急に守ってんですよ。それでピッチャーのマウンドにアボットさんがいて、え、打つのみたいなね。
いやもうその時にここでっていう皆さんヒヤヒヤして周りの方が怪我したらどうしようってなったんですけど、私たちは対決してほしかったんでもうニコニコしながら、でも危ないなと思ったんでこのエルボーガードとかフットガードとかも全部いっぱいつけられて、もう慌てて、ただね、高崎さんがつけた、私がつけました。ただそれだけじゃなくてやっぱりあのトスバッティングっていうの、そうです、最初のアップですよね、あのボール置いてこうやって振りなさい、うん、で振りなさいというねバッティング練習を、うんうん、あの直接しましたね、うん、割とコントロールがいいからこの辺りを振ればいいんですよところが実際ね、あのさっきあのね、短いって言いましたけどね、あの実際ものすごく速いですから思った以上に近くだから投げた振るじゃね、振るって時にもうバンって音がしてだから途中からね投げるぞって時に振り出すんですよ。いやでも本当にそのぐらいどこに来るか分からないうちから振り出さないといけない、うん、だからもうそれはもう、真ん中ゾーンまあそれはね、あのでも当たったんですか。当たったんですか、うん、ファールを2回ほど当てちゃってうわーってなってすごいってなったら、あのモニカも、あモニカすいません、アボット選手も本気になっちゃって、うん、そう、それでそう1回でね三振になっちゃったらあれだから、あの野球っていうかね、ソフトボールは3アウトでしょ、はい、3アウトまでやらせてほしい、うんうん、だから3回のチャンスをもらったんですよ、ね、はい、そしたらね汚いんですよ、うん、でも僕は素人でしょ初めてでしょ、最後どういう球を投げたか知ってます僕に。どういう球投げたんですか。それがですね、ええ、本気になっちゃって最後チェンジアップ投げたんです。僕はね素人にチェンジアップ投げると、しかもキャッチャーがちゃんとサイン出してね、出してもうねこの人たちのね負けず嫌いはねとんでもないですよ。でも本気にさせたっていうことですし、うん、でもそれに本気にで立ち向かってたわけ、こっちはもう本気、ええ、うん、途中でやっぱりちょっと腰を落としたりね、いろいろ変えてみた。いやでも世界最高峰の球レベルをもう実感したことがあるということ で、 そうです、今どんな戦いが繰り広げられているかも想像できるわけですね。でもねあの時に比べて、ね、今 の、 あのアボット選手の方がボール速いと思いますね。まだまだ伸び盛り、うん、伸びている、ね、だからあれは北京オリンピックの後でしょ。そうですね。で今はあれからね、あの途中ねなかったのにもかかわらず、うん、その間ねずっと進化してますからそのアボット選手と対戦するのが6名が所属する日本代表なんですけれども、はい、先ほど紹介した6名のアスリートの中からですね、今日は2人にちょっとスポットライトを当ててまいりましょうか。まずは昨日のメキシコ戦でサヨナラ勝ちのヒーロー、立役者になった渥美真奈選手です。さあ渥美選手は2008年トヨタ自動車ソフトボール部に所属して、ポジションはショートということですけれども、長崎さん、渥美選手というのはどんな選手ですか。そうですね、すごくクールな選手でして、もう渥美選手っていうともう守備の要というイメージがもうすごいついてるんですけど、はい、うん、私もともと外野手をしていまして、もう渥美選手がもうショートにいるともういつも安心して守れるような、そんなプレイヤーです。この綺麗な形、そうですね、もう教科書に載ってそうなもう本当に淡々と日本に忠実な、それではですね、ここで渥美選手ご本人の声を聞いてみましょうか。渥美選手に試合中にどんな言葉で応援してほしいですかというふうに聞いてみました、うん、そうですね、なかなかないんですけど、私の中ではやっぱ表情がなかなか出ないっていうのが結構言われているので、その中で、笑顔でって言ってくれると、やっぱ下向いてても、あ、自分の中で笑顔を作って試合しなきゃいけないって思ったり、周りの人と笑顔になることでやっぱりチームもどんどん明るくなっていくので、そういう部分で少しでも暗かったり顔の表情が硬かったりした時には笑顔でいけよとか、そういう部分で言ってもらえると自分の中に響いて笑顔になってプレーできるかなと思います。こちら渥美選手へのインタビューの一部なんですけれども、トヨタイムズのホームページではですね、トヨタアスリートの皆さんへのインタビューというのが公開されていますので、ぜひそちらもご覧ください。大変充実しています。で今渥美選手から話のあった笑顔でという声が欲しいということでしたけどやっぱり先ほどおっしゃったようにクールなんですか。そうですね、基本的には渥美選手はクールなんですけど、もうそれこそあのグローブにあの笑顔っていう字の絵の方は笑う感じをグローブに刺繍していまして、今もですね
あのオリンピックで使ってるグローブ刺繍してるそうです。はい、多分それを見てニヤニヤしてるんじゃないですかね。じゃあ時々守備で映るかもしれない、ね、それで、いや本当にそういう目線で見たいですね、うん、ね、笑ってるかどうかね、ね、そうですね、うん、あの実際昨日は本当に最後を決める立役者でしたけど、そうですね、本当なんかクールとは思えないぐらいもうやったーって、ね、素敵な笑顔を喜ばれてて、ね、ちょっとしかもホームに入ってきたのもトヨタアスリート、そうなんですよ、山田選手が最後ホームインして、ね、さよなら勝ちでしたから、ね、本当に後藤選手山田選手もう大活躍で最高でした、はいはい、で続いてもう一人、キャッチャーの峰幸男選手参りましょうか。峰選手は2008年の北京オリンピック出場メンバーでして金メダル、当時は別のチームに所属していたんですけれども、2014年に一度現役を引退して2016年にトヨタ自動車ソフトボール部に入部してカムバックしたという経歴の持ち主なんですが、峰選手のインタビュー映像もありますので、峰選手のプレーのここを見てというところを聞いてみました。やっぱりソフトボールっていうのは団体スポーツなので、各ポジションによってあの得意なこと、やらなきゃいけないこととか役割っていうのは全然違うと思うんですけど、私は特にキャッチャーなので、あの家族でいうと母親的な存在になってくるかなと私は思っていて、やっぱりみんなの仕事を成功させるために働くっていう意味で、こうバッターとの駆け引きだったり、チームメイトの特にピッチャーの活躍っていうのを支えていくっていうポジションの中で、特に体よりも頭を働かせながら大きい視野で試合をやっているっていうところにちょっと注目してもらえれば、ここは勇気がいる決断だなとか、あ、ここはやっぱりちょっと我慢して次の作戦を練ってるんだなとか、そういうどういうふうに今考えてるかっていうのをちょっと考えてもらえたら、よりソフトボールに特にキャッチャーっていうポジションは面白いかなと思います。はい、やはりスポーツ、体を動かすだけじゃなくて頭駆け引きも大事だということでしたけれども、社長そのあたりは元アスリートとしてどうですか。特にキャッチャーですもんね、うん、キャッチャーだけがあの向き違うじゃないですか。あ、そうですね、扇の中心から、ね、みんなの方向いてる、みんなこっち向いてるのに、はいはい、キャッチャーだけこっち向いてるわけだから、はい、だから全体を見渡せるのがキャッチャーだから、うん、お母さんって言ってましたけどね、だからやっぱり要っていうかね、扇の要、うん、になるんじゃないのかなと思いますね、うんうん、お母さんみたいな存在なんですかやっぱり。あのプレーもそのお母さんみたいな存在って言われてたんですけど、プライベートグラウンドの外でもお母さん的存在なんですよ。もうみんなのことを温かい目でいつも見てくれてるっていうイメージがもうすごいあります。あのチーム内では今もう代表の中でも当然北京から出ているのでベテランになってると思うんですけど、はい、やっぱ若手選手に対する心遣いというか気配りというか、そうですね、やっぱりキャッチャーだけあって周りを見るっていう力はすごいあると思うので、この時にこういう言葉をかけてほしいって時に必ずかけてくれるっていうのが峰選手というイメージでして、あの峰選手はあの北京オリンピックにあの出られてるんですけど、その最年少で、あ、当時最年少だった、そうです。でまた一度引退してオリンピックが復帰するってなってから、いろんな気持ちを思って、そうやり出たいなっていう気持ちも含めていろんな思いがあって、もう一度トヨタに来られてこうやってオリンピックに出ているので、まあ、人一倍いろんな思いがあるんじゃないかなと思っています。でもあの今回ね、そのチームの中には最年少の後藤選手、うん、これはトヨタアスリートでチーム最年少なんですよね。そうなんです、もう20歳と思えない度胸が、うん、もう本当に昨日のねメキシコ戦の試合を見ても分かるように本当に堂々と投げていまして、ちょっと驚きましたね。いやもう本当最初入社した時に比べたらすごい成長したなって思ってて、でも峰選手が北京に行った時はちょうど彼女の年、そうですだったんですよ、同じ年齢で、うん、じゃあもう峰選手は後藤選手の気持ちもよく分かるし、分かる、うん、分かると思います。チーム内で本当にトヨタアスリート同士支え合いながらですし、しかももう実際に活躍してますしね、うん、山崎選手もねスタメン出場して頑張って、そうなんです、うん、山崎選手もパワーヒッターなんですけど、実は中学校の時
陸上も一緒にやってたので、もう走攻守揃ったすごいプレイヤーなんです。はい、社長すごいですね。もう主力選手ばっかりチームの中心本当に。だから日本リーグってね、結構レベル高いんだと思います。そうですね、うん、ちょっとこのまま本当にこんなことになってくれるんじゃないかなと思います。アボット選手も頑張ってますということで、今回はですね、今峰選手、渥美選手に触れましたし、後藤選手、山崎選手、それから山田選手、川端選手と合計6人のトヨタアスリートが日本代表として、そしてアメリカ代表としてアボット選手が戦っているということで、ぜひ応援よろしくお願いします。そしてですね、今回応援の一つの形として、トヨタの各職場からですね、こんな形でですね、応援のビデオメッセージというのを選手に送っているそうなんです。この映像については番組のエンディングで連日流していきますので、そちらもご注目ください。本当にこういう応援って嬉しいんですよね。ただ普段からね、うち運動部の応援ってこういう感じなんですよね。そうですね、温かいですよね。もう一人一人横断幕というか、もうあるし、各職場が作ってくれて、もう逆に選手とかは、誰々の横断幕かっこいいなとか、いいなと言い合ったりして、そういう風に選手は見てるんですね。見てます、見てます。届いてますよということで、ではですね、明日からのソフトボールの日程をちょっと確認しておきましょう。日本はイタリアと、アメリカはメキシコと、その翌日日曜日は日本はカナダ戦、アメリカはオーストラリア戦、そしてその後26日は日本対アメリカ、そしてその結果を受けて27日決勝戦ファイナル、これも日本対アメリカになるかもしれないということで、何度もすいません、こちら決勝でトヨタ対決が実現するのか、最後まで全力で応援しましょう。それでは最後にですね、明日の GTTA グローバルチームトヨタアスリートの出場予定をご紹介します。ソフトボール以外にもたくさんあります、盛りだくさんですよ、こちらご覧ください。まずハンドボールは初戦です。15人中8人がなんとトヨタアスリートというハンドボールなんですが、日本代表笠原選手、岩下選手、吉野選手、それから酒井選手、水町選手、杉岡選手、さらに渡辺選手、徳田選手ということで8人います。さらにバドミントンです。ダブルスの初戦にですね、インドネシア代表、世界ランク1位のギデオン選手登場します。そしてバレーボールいきましょう。この日が初戦です。ザイツェフ選手は強豪イタリア代表のキャプテンです。それから日本代表も出てきます。西田選手と高梨選手、頑張ってください。続いて体操競技です。予選なんですが、チャイニーズタイペイのリー選手、それからフランス代表のサミール・アイット・サイード選手が登場します。続いてビーチバレーです。ノルウェーのモル・ソラムペア、この2人世界ランク1位でございます、楽しみにしてください。続いて 3x3 バスケットボール、東京オリンピックの新種目、ね、初登場です。マウリ・ステファニー選手と山本麻衣選手、日本代表です。それからホッケーですね、こちらはベルギーのセドリック・シャルリエ選手、はい、でもトヨタアスリートはこの名前変えてほしいね、セドリックという名前なんですがクラウン、クラウンって書いてでもトヨタアスリートとして頑張ってます、ね、はい、あのリオオリンピックの銀メダルのチームですから、こちらも注目、でもクラウンのいいすいません。さあ続いてアーチェリー参りましょうか、はい、混合団体に日本の武藤選手が登場します。続いて競泳です。 400m 自由形に2人です。イタリア代表のベッティ選手、それからノルウェー代表のクリスチャンセン選手です。さらに競泳は女子のバタフライ 100m にも2人、デンマークのベックマン選手と、こちらアメリカのマニュエル選手はリオで金メダル2つを取っている選手です。テコンドーいきましょう。49キロ級世界ランク1位のタイのウォンパタナッキ選手です。こちらはメダルをかけた戦いになります。さあおしまいにフェンシングです。アメリカのホーマー選手、リオの銀メダリストということで、もう紹介するのだけでも疲れてしまうぐらいなんですがそれ以上に応援しなきゃいけないという気になりますし、新しい種目というのもありますし、あのメダルをかけた戦いというのもありますから、本当に明日も目が離せませんし、
このアスリートたちの結果、当然このトヨタイムズ放送部で伝えてまいりますので、明日もよろしくお願いします。明日はですね、日本代表として2010年のバンクーバー東京オリンピックに出場したフィギュアスケーターの小塚貴彦さんがアスリートキャスターとして登場してくれますので、お楽しみにしていてください。4回転見せてくれるんですかね。ちょっと会場的にどうですかね、4回転飛べるかなっていう感じだと、ぜひちょっと、ね、そうですね、皆さんも見たい、多分今見てドキッとしてると思うんです。夏の大会もやっぱり4回転見たい人いる、ね、うん、ちょっとそこは言っておきます、うん、ありましたということで、僕は見たいな。私も見たいです、うん、見たいですね、見たいですね、はい。いやー、これ明日出てきづらいですね、これは。多分回れないんで、こういう手だけやってくれそうです。いやいや、回る回る回る。前なんかのね、ステージでね、ちょっとすぐ寄ってみてって言ったら飛んだ。あ、そうなんですね。じゃあそういうの OK なんですね。 OKOKOK、 すごい楽しみ。社長の OK が出ました、うん、よろしくお願いします。はい、ということで、トヨタアスリートが出場する競技の予定とか結果ですね、うん、トヨタイムズスポーツのオリンピックパラリンピック特設サイトにも載っていますので、そちらも確認してみてください。それからですね、他にもインタビュー動画ですとかアスリートの SNS の情報というのも載ってますので、ちょっと見てほしいんですけど、例えばこんな感じでアボット選手のページだったらこうなってまして、 Facebook、Twitter、Instagram、ここを押すと選手の個人アカウントに飛べるようになってますので、嬉しいですね。はい、選手がどんな様子で選手村で過ごしているのか、うんうん、終わった後どんな感想なのかとか、いろんな情報ありますので、ぜひアクセスしてみてください。SNS で応援するときには再三申し上げています、これですね、トヨタイムズライブ、トヨタタイムズライブ、こちらでハッシュタグつけてください。応援を通じてワンチームになりましょう。さて、7時からお送りしてきましたトヨタイムズ放送部、東京オリンピックパラリンピック期間中、毎日7時からお送りしていますけれども、最後にお知らせが一つあります。番組冒頭から流れているこの曲ね、こちらですね、ミュージシャンのナオト・インティライミさんがなんとトヨタイムズ放送部のために作ってくれた曲、いや正確に言うと作ってくれている曲なんです、うんうん、これどういうことかというと、ナオトさんからメッセージが届いてますのでご覧ください。回りました、トヨタイムズをご覧の皆様、どうもナオト・インティライミです、Hi everyone、I'm Naoto Inti Raimi. I'm the samurai artist from Japan. Hola, ¿cómo estás, amigos y amigas? soy Naoto Inti Raimi. Soy el último samurai, artista de samurai. ということでですね、今回、トヨタ所属のアスリートの皆様を応援すべく、応援ソングをですね、担当させていただきまして、曲を書いて、そして歌わせていただいております。で今回そのやはりこの気持ちというのを、僕一人で作るというよりはトヨタの皆様と作りたいということで、お話をしたらですね、豊田社長からですね、こんなキーワード、こんな感じの曲を作ってくれと、いうお言葉もいただきですね、それを受けていろいろ散りばめながらですね、制作させていただきました。私もずっとサッカーを、やってきておりまして、そんなアスリートの気持ちもですね、そこに魂を、として込めた、思いで作らせていただきました。で今日皆様に聴いていただいたバージョンというのはまだ実は未完成でおりまして、これからね、いろんなこのアレンジのバージョンだったりなんちゃらっていうのをですね、どんどん曲がこう育っていく、その制作過程も皆様に楽しんでいただけたらなと思っておりますので、この日々のトヨタイムズですね、ぜひ、チェックしていただけたらなと思っております。以上、ナオト・インティライミでした。素晴らしい、すごい、ね、素晴らしい、本当にありがとうございます、ナオトさん。いやでもこんなことあります、曲が完成まだしていなくて、これから作り上げていく、それこそね、トヨタのね、改善ってね、コンティニュアスインプルーブメントって言うんですよね、改善続けて、改善後は改善前、まさしくね、歌でやってくれてるし、ご自身がアスリートでしょ、だからその魂がね、この曲にね、表現されるんじゃないかなと。そうですね、うん、本当になんかこの番組にぴったりで、ぴったり、今日からスタートしたんですけれども、なんかもう私も耳なじんで、もうずっとこうループしそうな感じですよ、うん、本当に歌詞も変わっていくって言ったので、もうトヨタと同じようにアップデートを歌でもしてくださるという、いやー、はい、曲作りもこんな時代がやってきましたかという感じが、ね、みんなで作り上げるっていう感じですよね、うん、本当に。ということで、直人さんの
この音楽とともにお送りしてきましたけれども、あっという間に初日が終わろうとしています。はい、まずアスリートキャスターの長崎さん、はい、初日はいかがでしたでしょうか。いやもうあっという間でしたし、もうすごい楽しくできました。うん、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。社長も最初から今日は最後までお付き合いいただきました。はい、ありがとうございました。はい、初日いかがでしたか。緊張しましたね。絶対そうですよね。私が一番そう、もう番組の前ものすごく緊張したね。はい、あの目つきが普段と違ったからびっくりします。うん、ただですね、社長にあのこんなものもいただいて、うん、あの心を落ち着けてやることができたかなと個人的には声を小さく思っております。はい、大人になりましたね。ありがとうございます。あのこの時間をですね、皆さんともぜひ共有しまして、トヨタアスリート応援の輪をどんどん広げていきたいと思っています。皆さん一緒にトヨタアスリート応援していきましょう。ということで、トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と長崎のぞみと豊田明夫でした。それでは明日も午後7時にワントヨタ、イエーイ。